単振動っていうのは円運動の影なんですよ。左側から光が当たってて、ここで円運動している物体の影がここに映ってるっていう感じです。今円運動見えるでしょ。横から見たら単振動に見えへん。まさかこれ覚えてません。 x イコール a 3オメガ t v イコール4オメガ5オメガ t a マイナスオメガ3オメガ t。 覚えなあかんのってこの公式だけなんですよ。まずスタートの位置っていうのが大事です。ここスタートして、これが x イコール0に設定して、上向き性の座標軸を取ります。この時時刻 t イコール0だったとします。1秒あたりオメガラジアンで回転する円運動を考える。ここが t イコール0ね。でここが t イコール t 秒後、何ラジアン回転しました。オメガ t やな。そう、1秒あたりオメガずつ回転するから、ここの角度はオメガ t ラジアン回転したことになるんですよ。この時のまず位置座標を x はいくらですか、でこの時の速度いくらですか、で加速度いくらですかっていうのを、この円運動を使って考えていくことになります。じゃあまず位置座標っていうのはこの距離ですけど、これ図でどの部分かというと、ここ垂線を下ろしてあげた、ここの長さとここの長さが対応してるから、ここ原点なんで、位置座標 x っていうのはここの長さなんですよ。円運動は普段半径を r ってしてたけど、ちょっと単振動の時だけラージ a。 そうするとこの x ってどう表される。こっからここまでの長さもラージ a だから、オメガ t を使って a sin オメガ t と表せるでしょ。ここの長さね。はい、これが丸一式。次速度ですけど、まず円運動のこの瞬間の速度の向き、これは円の接線の向き。はい、大きさはこれも円運動の公式ね。 v イコール r オメガ、この公式使って、今半径 r がラージ a だから、V イコール A オメガ、これが速度でしょ。で単振動は円運動の影やから、この斜めの速度をそのまま影に移してあげて、実はこの重りの速度ってこう表されるんですよ。これが単振動の速度なんですよ。ってことはここを上方向に分解してあげる。ほんだらこれ角とんがってるところオメガ t としようや。もうこのベクトルの長さが A オメガですよ。ほんだら縦の長さはA オメガのコサインオメガ t。 じゃあ加速度ですね。円運動の加速度は常に中心方向向いてますよね。はい、これを更新加速度と言いました。 a イコール r オメガの2乗の方の公式使えばいいよね。ってことはこれ a イコール a オメガの2乗なんですよ。でそれ下成分を考えてあげたらいい。これがこの単振動の加速度なんですよ。ここの三角形考えて、これがオメガ t やから a イコール a オメガの2乗の sin オメガ t ですよ。はい、で頭にマイナスがついてる理由は、向きが正の向きと逆だから。ここまで覚えても無駄なんです。後でそれが分かります。でこっから大事です。この丸三式と丸一式、つまり x の式を組み合わせます。ほんならここよー見たらさ、丸三式の中に丸一式が含まれてます。 a それから sin オメガ t、 この部分を x と書き換えることで a イコールマイナスオメガの2乗を x と書くことができます。これは絶対に覚えてください。じゃあなんでこの3つ覚えても無駄なのかというと、これ実はスタートの位置によって全然変わってくる量なんですよ。ほら左側をご覧くださいよ。これ左側はまた違うところスタートで考えてます。ここまた t' っていう時刻の軸を設けた時に、 t' イコール0でスタートしたとしましょう。で t' イコール t' 後っていう時間でちょっとここ考えて、ここまで回転しましたよと。ほんだらここ角度オメガ t' 回転した状態でのやっぱり 1xva をちょっと考えてみて。まずここスタートして t' だけ時間が経ったらここまで来てるやん か、 だからこの時の位置座標ってどう表される。ここの長さが a で、で今回ここの高さになるよね。ほんだらもう sin じゃないよ、 a の cosωt' になってるよ。次
速度は接線の向きやから左斜め下方向です。はい、これ分解しますと下方向をここ角度オメガ t ダッシュやから、大きさは一緒やね。a オメガ、a オメガのサインオメガ t で、しかも下向いてるからマイナスになってるよ。で、加速度だって中心方向の加速度ですけど、これ下方向で尖ってるところがオメガ t ダッシュで、下方向を向いてるからマイナスの a オメガの2乗のコサインオメガ t ダッシュになってるよ。わかります？これ全然違うでしょ、覚えてたはずの式と。だからこれ覚えてもしゃあないんですよ。じゃあオレンジで囲って絶対覚えてねっていう式、 a コサインオメガ t ダッシュあるよ。ほら、ここ一致するようになってるんです。だからスタートの位置が全く違ったとしても、これだけは絶対に成り立つんですよ。 a イコールマイナスオメガの2乗 x ね。だからこれは常に覚えときましょうっていう、そういう話なんです。もしこの式がどうしても欲しいとなったら、これだけ書くんですよ。この式だけ頑張って、図形的にこの位置やから、あ、これが a サインオメガ t やなとか、あ、これはここやから a コサインオメガ t やな、あとは微分すればいいんですよ。そう、 t 微分していけばいいんですよ。実際の単振動の様子をイメージしてもらいましょうか。一番速い場所は振動中心ですね。真ん中が一番速いんです。で、振動中心で一番速さが速い理由ってわかる？加速度の向きがね、変わる場所なんですよ。物体がここにあったら加速度下向いてるじゃないですか。あ、下方向に引っ張ってる、力が生じてて加速度が生じてると。逆にこの辺にある場合っていうのは、重りがここにあるときかな、これ加速度さ、中心方向向くんでしょ、常にね。ってことは加速度の向き上向くでしょ。そう、ここの x イコール0を境に加速度の向きが変わるんです。で、この辺の話は今まだイメージしづらいやんか。実際にバネに重りを取り付けて振動させた様子を考えた方が直感的で分かりやすいから、まあ、一旦ここで置いとくわ。これとにかく真ん中振動中心ね。振動中心はちょうどこの物体の速度が上向いてるから一致してるんですよね。だから振動中心では速度が最大で、その大きさは元の円運動の速度と一緒やから a オメガで、端っこの特徴としては一旦止まりますね。ここではほら、速度が水平方向になるから x 方向の速度が0になるんですよ。 v イコール0ね。ここは一旦端っこ止まりますよ。あと加速度が最大なのも端っこなんです。ちょうど加速度の向きが中心方向を向くから、これ完全に一致してるよね。だから加速度が最大で、その大きさは a オメガの2乗、まあ向きまで入れたらマイナスかな、マイナスの a オメガの2乗になっている。まあこれもいわゆる覚えてねって言われてる内容だけど、どうですか？自分でフィンって円書いて、円運動の公式さえ覚えとけば、あ、真ん中で速さ最大 a オメガ、端っこで加速度最大、これが下向き a オメガの2乗、そのまま向きは反対やからマイナス。はい、では今からやることは、今まで上方向だった x 軸横に倒して右正の x 軸でバネに重りを取り付けます、はい、でパッと離すんですよ。ほんならこの瞬間にここ何になる？速さ0で動き始める場所やから、ここと完全に一致するでしょ。だからこれ端っこなんですよ。単振動は静かに手を離した場所が端っこになります。で、次、端っこの状態っていうのが最もこれ弾性力がでかい状態です。なんで？自然長からめっちゃ伸びてるから弾性力でかいんですよ。それによって生じるものは加速度ね。はい、加速度最大です。ほれ、これで今の話ちゃんとイメージできたよね。で、この後この物体は、まあ、この辺まで移動したりするけど、この段階でもまだちょっと左力向いてるの分かります？でも先ほどマックスやった力はここではだいぶ弱まってるよね。だって伸びが短いや。で、振動中心は自然長やから力が働かない場所で、そこよりもほれ、縮むよ。縮んだところは今度弾性力どうなる？弾性力って元に戻ろうとして両端に及ぼす力やから、これ力の向き変わるんですよ。だから真ん中に集まろう集まろうと常にするから、ビョヨヨン、ビョヨヨン、ビョヨヨンって振動するのよ。これが単振動ね。常に振動中心、真ん中に、まあ、力の向きが変わる場所めがけてるからこういう振動をする。これが単振動なんです。だからバネに限らずこういう力が働くような状況は単振動するんです。
だから例えば水に浮かべた浮き輪とかエッセンスとか両毛にも乗ってるでしょ、あんなんも単振動をするんですよね。 OK。 じゃあこの後こいつがどう動くかですけど、ここ出発してこう行ってでここまで行きます。ここでまた反対側の端っこに行きます。この距離、これが振幅で、反対側の端っこまでの距離も同じくラージ A になってるっていうのは絶対に知っといてね。同じです。はい。でまた元に戻ってきます。はい。ここまでで時間どれだけかかる？再び同じ位置に戻ってくるまでの時間が周期ラージ T なんですよ。 OK。 ってことはよ、反対に行くまではこれは2分のラージ T、 ここまで戻ってきた時は4分の 3T みたいな感じで、もう自由自在ですよね。で、一般に単振動で時間を出せ、時刻を出せって言われたら、これでやるしかないです。なんか加速度とか出てくるからさ、なんか等加速度運動の公式、これいけへんのかなーって思う人もいるけど、これなんでダメなの？単振動においてこれは。そう、加速度が一定ではないよね、今回。まさに加速度変化するやん。だから等加速度運動の公式使ってはいけないんですよ、これね。だから時間は周期の何分の1みたいな感じで答えることになります。じゃあ周期とかを出すにはどうしたらいいかですけど、ある位置 X においての式を作るんです。 X について立式をするときは、この X っていうのは正の状況で図示して立式するんですよ。自然長がここですから、このバネ自然長から X だけ伸びとるわけやな。伸びが X やから、弾性力は元に戻ろうとする向きに KX 働きますよね。で、この重りの質量を M とすると、運動方程式 MA イコール F ね、 MA イコールマイナス KX と。はい。ほんならA イコールマイナス M 分の KX と書くことできますよね。まあこういうふうに書けたら単振動。で、くどいけど常に振動の中心に向かって働く力をこういうふうに表してるんです。で、この式とこの式を比べる。このオメガの2乗っていう部分と M 分の K っていうのが対応してますよね。ってことで、オメガがルートM 分の K と出すことがまずできると。これが角速度でできました。それから T イコールオメガ分の 2π やね。これで周期出せますね。2π ルート K 分の M。はい。これがいわゆる周期 2π ルートこたつの上のみかん。導出できたよってことになります。で、一般に MA イコールマイナスのラージ KX みたいな形でかけたら単振動だねと、そんな風に言われております。これがいわゆる運動方程式の F、 合力 F ね、これ合力 F がマイナス KX でかけたら OK と。で、実際にまあちょっと難易度はねぐっと上がるんだけど、両門の風48番の問題やったら、まさにこのラージ K の部分が浮力になってますよ。ラージ K がロー SG やって、ロー SG でかけたら K にロー SG を入れた周期が得られるんです。ここの K の部分にね、合力がマイナスのなんとか X という形でかけたら、そのなんとかっていうのは実は今回のバネみたいにスモール K が来るだけじゃなくて、ロー SG とか何が来てもいいんです。まずこれが単振動です。振動中心ここです。端っこここでこんな風に振動しております。式が与えられてます。 X イコール2 sin 4π t ですね。で、これと X イコール A sin ω t と比べるわけですけど、なぜかここ sin やからです。プラス sin やからプラス sin の型と比べると、そんならまずこの部分ですね、 sin の頭に来る部分が振幅ですよと、はい、それから 4π っていうのが角速度 ω と対応しております。で、E に関しては周期を求めますから、周期と角速度の関係、これね、一回振動するのに必要な時間っていうのは、円運動の影やから、元の円運動で考えると、一周回るのに必要な時間は、一周の角度割る1秒あたりの回転角度ということでね、だからオメガ分の 2π。
はい、代入したら 0.5 秒ですね。周期と振動数は逆数ですから t 分の1です。で、ちょっとしたポイントなんですけどね。まあ、今回の計算やったら、これ 0.5 分の1やから2って簡単に出せるんですけど、これがもうちょっと複雑な場合、やっぱりね、これ代入した方がいいですよ。この形のまま、これをここに代入。うん。そうすると、ま、分母分子入れ替えた、この 2π 分の 4π っていうのを計算する方が、計算ミスが防げる場合が多いですね。2Hz ですね。ここからプラスアルファのお話です。皆さんも波を習いましたね。波っていうのは、単振動が伝わる現象ですから、この振動の様子を表すグラフ書けますけど、これ波でいう YT グラフですよね。これなんで真ん中から始まって上がるか言うたら、これサインで与えられてるからね。サインの中身に t イコール0を入れたらこれ0になりますよね。でサインはその後増えるっていう関数ですから、こういうグラフになると。だ今回振幅が2です。で1回振動するのに必要な時間、周期 t が 0.5 と、まあこんな感じのグラフを書くこともできますよね。では続きまして37番、その続きですね。速度の最大値ですけど、まずどの瞬間に最大かというと、振動中心ですね。ここが振動中心ですけど、振動中心は速さが最大です。まあ右向きだったり左向きだったりしますけれども、とにかく真ん中が最大。で、その大きさは Vmax イコール A オメガという公式があります。で、実はこれは V イコール A オメガのサインとか、場合によってはコサインとか、まあいろいろなわけですけど、とにかくこの中身が1、サインとかコサインが1の時に最大値 A オメガになるってことね。だこれ覚えておいて、公式として Vmax イコール A オメガ。これ計算すると 8π。では次、加速度も同じような議論で A オメガの2乗が最大値になります。π のままでいいということなんで 32π の2乗ですね。